オリンピックは1900年代にイギリスのホワイトスターライン社がイギリスやアイルランドなどヨーロッパ各地とアメリカ東海岸のニューヨークなどの航路に就航した客船。不幸で短命だった姉妹船のタイタニック、ブリタニックと異なり24年に及ぶ長い就航期間オリンピッククラスで唯一沈没しなかった船と第一次世界大戦の徴用輸送船時代に 攻撃を加えてきたユーボートと一騎打ちを演じて帰り打ちにする戦果を上げるなどの活躍からオールド・ラリオブルの愛称を持つ。オリンピックの名はギリシャ神話のオリュンポスから取られている。1912年4月15日に沈没したタイタニックの姉妹船で造船業のハーランド・アンドウルフ社の会長がホワイトスター・ライン社の名社長にライバル関係にあった。 キュナード社のルシタニアモリタニアの姉妹船と対抗すべく3隻の大型客船造船を発案したのが発端である。その先駆けとしてアイルランド、ベルファストのハーランドウルフで寄港し、ほぼ同時期に2番船タイタニックの建造が開始され、少し遅れて3番船のブリタニックが竣工された。衝突事故の検証写真。 右舷側に穴が開いたオリンピックと監視を粉砕されたホーク。当時は世界で最も巨大な船で今でいう巨大クルーズ船と並ぶほどの位置づけであった。それに加え絶対に沈没しないという不沈伝説まで生まれたが、諸女公開でタグボート OL ハーレンベックを巻き込みそうになったり、1911年9月20日にはイギリス海軍の江戸川級防護巡洋艦、 とと衝突事故を起こしたりとタイタニックの悲劇を暗示するような事故が相次ぎ、ついに妹船のタイタニックの沈没により、その神話はもろくも崩れた。諸女公開を終えたのは1911年6月21日。戦場に初めてプールが設備され、スピード以外では他者をしのいだ豪華客船である。オリンピックはタイタニックから SOS を受信し、 救難に向かった一席であるが、両線は 800km も離れており、沈没現場に到着したのは先に到着したカルパチアが、遭難者を救助した後であった。姉妹船タイタニック号と並ぶ、オリンピック号オリンピック号タイタニック号オリンピックは三姉妹船で、タイタニックとブリタニックの二隻の妹船が存在し、それら姉妹船をまとめて、オリンピッククラスと呼んでいた。 沈没事故、その後の映画などでタイタニックが有名になるが、むしろ当時はオリンピックがその代表戦であった。タイタニックとは同時期に造船が開始されたこともあって売り二つであり、タイタニックの写真としてオリンピックの写真が使われる例がよくあった。しかし一番線として先に竣工したオリンピックの改善点を受けてタイタニックの設計は多少変更され、二隻とも 外観が多少異なっていた。その代表的な例として、A デッキの一等専用プロムナードの窓が、オリンピックは全体が海に対しベランダ上に吹きさらしになっていたのに対し、タイタニックは前半部がガラス窓が取り付けられた、半室内上に変更された。これは、北、大西洋の寒い強風から乗客を守るためである。また、オリンピックは、 B デッキ全体にもプロムナードデッキが設けられていたが、タイタニックでは B デッキのプロムナードデッキが廃止され、窓際全体を一等客室に変更された。そのため一等客室の数がタイタニックに比べて少なく、総トン数もタイタニックよりわずかに軽かった。タイタニックの沈没後、未だブリタニックの造船も進んでいない中、オリンピックは一石体制で大西洋を駆け巡っていた。 タイタニックの沈没を受け、ホワイトスターライン社は、オリンピックの船体側面を二重にするなど、船体の強化を図り、保安面においても、救命ボートの数を倍以上に増やすなど、乗客の信頼を取り戻すのに必死であった。1914年に勃発した第一次、世界大戦において、オリンピックは当初徴用を免れていた。1914年10月27日、 アイルランド北方で植来した、イギリスの戦艦オーディシャスの栄光を要請され、救助を行ったが、公転のために栄光綱が切れ、オーディシャスは沈没した。1915年9月に、オリンピックは、イギリス海軍省の命を受けて、軍用輸送船として徴用された。12ポンド砲と4.7インチ砲を取り付け、1915年9月24日に、輸送船2410として、 リバプールからガリポリに向けて部隊を輸送する任務に就いた。その後、東地中海において輸送任務を続けた。ほぼ同時期、竣工直後の妹船であるブリタニックも病院船としての徴用を命じられたが、翌年の1916年に地中海でドイツ軍の嫌いに触れて沈没してしまった。 ダズル迷彩を施されたオリンピック1916年から1917年にかけてカナダ政府の下でハリファクスからイギリスへの部隊輸送を行った。1917年には6インチ砲を装備し迷彩塗装を施された。1917年にアメリカが参戦するとアメリカからイギリスへの大量の部隊輸送を行うことになった。 1918年5月12日に、ドイツ潜水艦 U-103 から雷撃を受けたが、船長バートラム・フォックス・ヘイズは、雷撃を回避した後に退避することなく、そのままオリンピックを突っ込ませて U-103 へ体当たりを行い、U-103 は、オリンピックの巨大な船体による体当たりで、先行装置を含む、船体構造が破壊されて沈没した。 第一次世界大戦中において商船が軍艦を撃沈した唯一の事例とみられる。この行動には批判もあったが、ヘイズはアメリカ政府から主君十字勲章を授与されている。第一次世界大戦を通して、オリンピックは34万7千トンの石炭を消費して12万人の兵員を輸送し、18万4千マイルを走った。戦後、徴用を解かれて客船となり、 点検を受けた際に、喫水船の下にへこみが見つかり、調査の結果、不発の魚雷の衝突痕とされた。もし爆発していれば、沈没は免れなかったと考えられる。オリンピックは、第一次世界大戦終結後に、再び客船として収益し、その後20年近く現役の客船として栄光を保ち続けた。500回もの大西洋横断をこなし、 先のの U ボートとの一騎打ちの逸話も加わって、晩年にはオールドラリオブルという愛称で親しまれた。1934年に所属船会社のホワイトスター・ラインがライバルのキュナードに合併して、キュナードホワイトスター・ラインとなった際には同社に継承されたが、1935年に引退した。解体ドックに移されたモーリタニアとオリンピック。両船は、 キュナードとホワイトスターを代表して競い合ったライバル戦であり、両者合併に愛前後して共に引退した引退後のオリンピックはそのまま解体される予定であったが、税を尽くした豪華な内装を持つこの船を処分するのは惜しいという声が上がり、内装の一部がオークションにかけられた。そしてダイニングの内装をイギリスの夫人が買い取り、屋敷として使用した。 船体は1936年から翌年にかけ解体されている。夫人の死後、その屋敷もまたオークションに出されていたが、世界有数の船会社であるロイヤルカリビアン・インターナショナル社が落札。自社の船である2000年春光のミレニアムのレストラン、オリンピックレストランとして室内は、オリンピックの内装設備を利用するほかオリンピックで使われていた食器類も飾られており、 タイタニックとほとんど同じ内装であることから映画タイタニックの人気を受けて好評を博した。2016年の改装でステーキレストランに変更され、その後は航海図やウッドパネル等を展示するモニュメントを残すのみとなっている。沈没した姉妹船のタイタニックと元船はすり替えられたという説がある。この説の根拠はいくつかあり。 完成時のプロペラスクリューを写した写真で、スクリューに書かれている番号がタイタニックの番号であったり、客船の窓数も沈没したタイタニックと同じ数であったりするなどというもので、いずれも写真の誤った解釈に基づくものである。たとえ同系船とはいえ、両船にはプロムナードデッキの作りをはじめとする相違点がいくつか存在し、それらをすべて隠蔽するのは、 不可能と考えられることから、すり替え説は都市伝説の一種とされる。それでもこの説は、ただの噂にとどまらず、世間一般に事実として広く認知されており、著作物として交換もされている。それによると、すり替えは保険金詐欺を目的にしたものだという、最もらしい説明がなされている。ありがとうございます。